12月に入って街はすっかりクリスマスムードでにぎわっていて、コタローは目に入るすべてのサンタクロースに夢中です。コタロー、ひっくり返るぞ。っていうか遅刻するから。コタロー、多分あの人はサンタさんじゃないぞ。へえ、なるほどね。リュウちゃんが俺より遅いなんて珍しいと思ったらそういうことか。めちゃくちゃ時間かかりました。律儀に付き合ってあげちゃうもんな、リュウちゃんは。で、なんでコタローはパチンコのチラシなんか見つめちゃってんの？まだちょっと早いんじゃない？あ、いえ、あの一応ここにサンタのイラストが。え、どこよ？ここです。ちっちゃ。よくこんなん見つけるな。俺サンタよりかっけえサンタに会ってきたよ。タカ君、おはよう。おもちゃ売り場で俺会った。俺だ。そんで変身ベルトお願いした。そりゃまたデパートの思うツボ的な。あー、でも残念だな、タカ。サンタさんはいい子のとこにしか来ねえんだよ。だから今年タカんとこには来ねえかもな。ちょ、ウサイダさん。俺いい子だよ。でもお前よくブロッコリーとか残すし。俺ブロッコリー好きじゃねえもん。ああ、じゃあ無理かもな。って全然言えてねえ、ウサイダさん。俺じゃ食べる。え、マジで？タカ君。マジでじゃねえよ、神谷。ブロッコリー食べる気になったんだし、いいじゃん。てめえは泣かしたいだけだろ。だって面白くてつい。ウサイダさん。いいじゃん、俺のうちにもサンタ来る。あ、来るも何も、こないだデパートでババアがプレゼント買って。神谷、お前何を言おうとしてるんだよ。夢壊すのダメ、絶対。何言うも何も、こいつも一緒に買うとこ見てんだろ。タカちゃん、行こう。ちゃんと来る？お、サンタか。